グッチさんです。The グッチさんチャンネル。こんにちは、グッチさんです。今日は博物館に来ております。今日はですね、こちら、ゲーセンミュージアム来ております。っていうのは、この下に書いてある日本ゲーム博物館、僕が昔めちゃめちゃ動画を上げてたんですけど、こちらの、オーナーさんの備品の協力もあり、今回こういったものが、開催されるということで、すごくね楽しみにしました。行きたいと思います。さあ中に入りますと、このようなね、懐かしい、これ僕やってました、めちゃめちゃこれ好きでした。わ、これいいですね。ちょっといろいろね人がいるので、ちょっと順番に紹介したいなと思いますね。そう、ちょっと今日はねすごく楽しみにしてたんですけど、まあ調整中ということで、まあターミネーター2おなじみです、日本ゲーム博物館の中で結構僕やり込んでたピンボールなんですけど、このピンボールがなんせちょっと不具合だったり、ちょっと故障のパターンが、まあ、目立っちゃうタイプでして、まあ案の定今日もやっぱりそうですよね。結構ねもう年季が経つとこういう風になっちゃうんですよね。まあこれは仕方ないなーっていう。プレイボーイやってました。うわーいいですよ。この時代のピンボールって少し傾斜がね緩やかなんで、ゆっくり楽しめるんですよ。いいですね、トリプルアクション。これはねあんまりやらなかったんで、今日はこれ遊びたいな。カーゴバル、これも僕あんまりそこまでやらんかったな。さあちょっと進んでいきますと、こちらシンプルなホッケーなんですよね。いやいいっすね。これ面白いのがこう二人対戦で遊ぶこういうピンボールもねあるんですよ。これこう傾斜になってこう傾斜になってるんで、こういうなんか二人で遊ぶようなタイプですね。これガンマン、いいですねガンマン。これ僕は遊ぶ機会が多分なかったんで、多分調整中だったんですよ当時は。日本ゲーム博物館ですごいな、いいな、やってみたいなと思ったんで、これ2人プレイです。あっちにもその他もろもろやります。ちょっとしたグッズが売ってあり、で奥に行くとちょっと近代的なゾーンになりますね。はい、皆さんちょっと見てください、アヒルの用意の、これめっちゃやってました僕。これね僕中学校高校生の時アキリホでやってました。これめっちゃ好きです。さあ奥に入りますと少し近代的なゲームになりましたね。これめちゃめちゃやりませんでした。知ってる人知ってると思いますよこれ。
全国第一ザ警察のねやつ、これめちゃめちゃ小学校の時やってました。うわー懐かしい、ね、太鼓のドンがあり、うわ懐かしい。これねめっちゃ得意でした。はい、ね、ナムコのこれもめっちゃやってましたね。このテーブルゲームいいですよね。でほとんどが日本ゲーム博物館の備品なので、僕ほとんど実はやってるんですよ。これ電車で GO めちゃめちゃ僕得意です。うわーいいっすね。で奥にクレイジータクシーがあり、でランアウトラン、これも本当に希少なゲーム機なので、でこのセガのバイクで僕一番やり込んでたのが実はこのレイブレーサーなんですよ。レイブレーサーめちゃめちゃ僕何百回できたやってきたんで、実はもうあのこいつがゲームセンターにある現役の頃からもう2回で100円の時代だったので、当時はめちゃめちゃやってました。さあまあそんなこんなで僕も一番最初にやるゲームレイブレーサーです。もうこれは本当に僕の中の大得意中の大得意、実はもう4年以上触ってないんですよ。なので今回はちょっと久々に足鳴らしということで、そうそう懐かしい、これがねちょっとね奥でこっちが手前だったんですよね。そうで僕足届かないんでいつもね苦戦してたんですけど、これも固定されてるからそういう悲しさね。やりますよ、スイッチオン。一人用ですね。まあ最初はまあいっか、オートマにしよう。まあシティです。うわ懐かしい、いきますよ。あオートマに選んだんだ、懐かしいな。そう最初はねちょっと足慣らしなんでちょっとご影響、いやでもね感覚はやっぱりもう、そうこの時代のこういうレーシングゲームのこう特徴なんですけど、まあ、この時代より一個先で僕よくやっとったのが湾岸ミッドナイトなんですよ。で湾岸ミッドナイトって正直楽しい部分はすごく多いんですけど、僕が一個残念だなって思ったのがこのハンドルなんですけど、実はモーターがねこれ入っとるんですよ。で何モーターって何なんですかっていうことなんですけど、そのモーターっていうのが実際のハンドルのステアリングの感覚を味わえれるように、まあ、要は抵抗があるわけですよ、摩擦のね。でこの中に実際にそうやってそこまで細工されとるんで、あやっちゃった。だから本当に運転してる感覚をめちゃめちゃ味わえれるわけですよ。ただ最近のこうレーシングゲームちょっと湾岸以来やってないのあれなんですけど、モーターがかましてなかったんで、その運転してる臨場感がねなかなか味わえなくて、僕ちょっと嫌だなと思ってたんですよ。でそのなんでモーターを最近のゲーセンのレーシングカーでかまさんくなったかっていう理由なんですけど、やっぱりメンテナンス費用がすごいんですよ。でやっぱりたかがこれかもしれないですけど、このモーターがないだけでもそう故障率も防げなに低くなるし、メンテナンスする回数も減るんで、メンテナンスになるとわざわざ業者が行かなきゃいけなくなっちゃうんで、それはやっぱりねゲーセンを運営する側からすればコストカットできる方が、まあ、めちゃめちゃ楽なわけですよ。そうだからそれをね採用したっていうのもあって、あ、やべえ、あと4秒だ、あ、やべえやべえ、
まあ、足なら足なんでね、しゃあないわ。そうだから最近はやっぱりゲーム、古い機械をそのメンテナンスする業者っていうのが少なくなってきたんで、どうしようもないっていうかね。はい、今日は3位です。いやでも、ね、楽しいわ。これですよ、めちゃめちゃ嬉しい。さあ次いきます。